前回は残念ながら負けてしまいましたが。前回の最初、池袋行動入った時のレベルがね、これ。44。で、最後、音行機と戦ったのが、56。レベル12も上げてあれですよ。まあでもね、このゲームね、ほんとスキルが大事でね、いくらレベル高くてもスキル次第じゃ雑魚に一撃で殺されたりするんで、奥が深いというか。まあ本当はね、悪魔合体の時にね、スキルの選別しなきゃいけないんだけど、まあ、最終的に、芝びしょぬってなるから、今やってもなーっていう。今んとこはまあ回復魔法を継承できればいいかなっていう感じで、ゆるくやってるんですけど。いやー、音行機はね、また今度、いつかリベンジしに行きますんで。今回は、浅草散歩。血だ。どうしました？坂萩。お。なんだって。許せませんな。あら、戦闘？欲しくない。おう。ああ。よし。三船城。三船城。すげえ曲だな。やあ、いらっしゃい。はい。ええ。放置。いなくなった。ええ。お。ほう。すげえな、こいつ。は出たよ。オベリスク。ああ、そっか。オベリスクっすか。
はい。はい。はい。いや、ほんと大変なんだよ、オベリスク。つらい。ほんで？第二エントランス。築地。こっち行ってないからこっちだ。おう。敵ではない。ダイバー。レインボーブリッジ。芝浦。東京タワー。おい。うわぁ。はい。まったくもうぼったくりだよ。これでいいのかな？困る。長っ。丸の内エントランス。うわあ。ああ。オベリスクだ。今回ここまで。